エンベデッドレス理論についてお伝えしていきます。噛んでるけど大丈夫ですか？言いにくいんですよね、エンベデッドレス。はい、じゃあまずちょっと最初にこの理論を取り扱った背景についてお話しさせていただきます。仮想研究会でやってる、実務会ではなくて理論会の方で前回取り扱ったのが、取引寄り論だと思うんですけど。めっちゃ嬉しい。いや、こんなすごいところで。あんな感じなんだ。めっちゃ涼しい。ただ、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 涼しい。おぉ、これは見応えありますよ。映像さえだったら買い物だな。恐ろしい。すごい。ドローンの時点でないから。はい、ごめんなさい。そうですね、その前回までは経済学ディシプリンの経理論を取り扱ってきたと思います。で、今回からそこからちょっと離れて社会学ベースの社会学ディシプリンの経理論を取り扱ってくるということで、その初回として社会学ディシプリンの経理論の基盤となっている考え方、このエンベデッドネスという考え方について学ぼうという回でございます。これまでやってきた、なんだろう、経済学の話からまた全然違う観点から話が入ってきたりとか、結構難しかったんじゃないかなと、まあ、俺の肌感として皆さんの感想を見てても思うんですけど、まずこの理論を理解すると、ここからそれを前提として、理論ではなくて特性感、このエムレットネスという特性を理解すると、うん、そこから発展した、発展のそれを前提にしている別の制度理論だったりとか、それを前提にはしてない、前提にはしてない。まずはそこは日本語の使い方が適当だったんです。これ前提にしてるのはストラクチャーフォール理論とか、すごいつながる。あ、素晴らしい。まあ、連なる、そこに連なる。連なって楽しい。そうね、連なる、そのからね、処理論もつながっていくということがありますので、これを理解して社会学ベースの経理を学べるように頑張っていきましょう。はい、ということで、じゃあ進行お願いします。はい、まず今回ちょっとめちゃ重かったっていうような感想じゃないかんですけど、一番地味にてならないサワさん、どうでした今回の。あ、なんかこう前段の整理をするのが結構大変で、経済学から入ってきたら RDB とか SCP とかは過去のゼミでも取り扱ったことのある内容だったので、まあ、割と比較的こう、まあ、以前学んだ内容をさらいつつ、私調べて発言するみたいなことが多かったんですが、今回は全くこう飯山さんの本を読んだくらいの知識しかない状態から、結構分厚い論文を2本ぐらいみんなで読むっていうことがあったので、まあ、大変だったなという感じでしたね。いや、私もすごい大変でした。大変。だから多分まずみんなの理解を揃えるところからかなと思うので、早速ディスカッションポイント1、経済行動におけるエンベデッドネス理論とはどのようなものかを定義せよってところ、初めにいつものようにその発展してきた経緯みたいなところをさらおうかなって思うんですけど、結構きれいにまとめていらっしゃったのがヒカルさんだった印象があるんで、説明していただけたりしますか？わかりました。僕がちょっとここで記載したのは、そのエンベデッドネスという、まあ概念は、一番初めに、1957年にそのトランニーという人が、指摘したところから始まって、それをグラノベッターが再解釈して、論じたものだと考えています。で、まず初めにトランニーが1957年に、人間の経済というのは経済的な制度と非経済的な制度にその編み込まれていて、その非経済的な制度も含めて考えることが重要であるという指摘をしたことが、まあ、この埋め込み理論の、始まりだと言っています。で、具体的には、ワニはその時代、その経済行動というのは、いわゆるその市場メカニズムに沿って行われる市場交換というところが、まあ、その主流として考えられ、経済行為として考えられてたけれど、それ以前とかって、まあ、親族や例えば友人とかによるその互習性って言われるような行為だったりとか、あとはその
政治だったりとか、まあ、共同体、まあ、権威によるあの再分配という行為のっていうものもあって、でこれらは、まあ、伝統だったりとか、まあ、その文化だったりとか社会構造から、まあ、非経済的な制度から、まあの影響を受けて、行われている行為であって、あくまで市場交換っていうのはその一部に一パターンに過ぎないっていう話をしたっていうのが、まあ、このポラミです。でグラナベッターに関しては、この、主張を、今までは非経済的な制度というところをその非経済市場の部分でしか適用されない考えだよねっていうポラミのところに対して、その経済行為っていうのは社会構造、まあ、社会関係に埋め込まれているっていう主張は、その市場交換とかそういう経済制度においても、適用できるっていうような解釈をして、話しているのが、あの今回読んでいるエンベレントネスという概念だと考えています。そこでは、まあ、全ての経済行為は、あの具体的な社会関係に、埋め込まれているというような定義がされていると。だから前回の取引コスト理論と出発点のタイミングが近いじゃない。それはやっぱりだからそれまでの完全市場を前提としたモデルに対して、それが成り立たなくなってきた市場の拡大だったりとか議論の前進があったって話だったね。でそこにその経済の経済学のロジックそのままを応用して考えていったのが、あの取引コストの話だし、こっちはだからこそ別のロジックが使えるんじゃないかっていうのが、あの社会的な理論で、僕はさらにタイムスパンが先に進んでいったところに、あの行動経済学がやってくるかもだけど、それはもっと心理が違うの話になってくる、人間の心みたいな話が入ってくるんだから、どれもやっぱりその、出てくる、文脈は同じじゃん、だけどそこにその何を当てはめるかってところのやつが違うって話で、この今回のやつはポラニが最初だけど、ウェーバーまで出てる人じゃなくて、この話はよりなんか古い話としてウェーバーまで入ってくるはずだし、あの資本主義とか貨幣制度とかそういったものが、その背景にある社会制度とかそういったものによって大きく影響を受けているという議論は、そういうより古典のところに踏み込んでいけるはず。ウェーバーの話っていうのはなんか今回のグラナベッターが批判している対象のなんかパーソンズとかのなんか主義主義的理論みたいなところのさらに大元のいわゆるウェーバーの何でしたっけ、資本主義の精神とかね、そうですね、のなんかそのパーソンズが確か社会的行為の構造とかで主張してた、もともとウェーバーとあとデュルケンとか、なんかそういう主張を統合したっていうのが、まあ、主義主義的理論で、もともとはその人間でその自己の利益のために、まあ、合理的な事案を選択するっていう、まあ、ウェーバーの話 と一方でその選択基準って社会的な規範とか、まあ、価値観とかに基づいて選択されてるよねっていう、なんかそのパーソンズの主張のが、まあ、過剰評価された社会、過剰社会化された話になってるねっていう、なんかグラナベッターの批判対象の一つに言えばあったかなと思います。そうそうそう、批判と合意 そのスパイラルによって今進化してるから、結局で言及されているということは一定の関連性があるということをしていると、だから否定とか否定的に議論してるからといってそこに全く関係ないとか結構なかったです。その関係性っていうのはあのこういう人が使ったものに言うとポーターの話とリソースベースという話もそうだ、ね、否定してるんだけどその否定関係にはロジックの進化としての否定が入ってるから、それから別になんか全く関係ないわけではないっていう。カルさんありがとうございます。なんか熊川さんめちゃくちゃいろんな論文から引用されてたと思うので、グラナベッターに至るまでの経緯はヒカルさんの今おっしゃった通りかなと思っていて、でその後にこのグラナベッターさんの定義というか、一旦エンベダルスはこういうものだと言っていたのが、まあ、分析すべき行動や制度が進行中の社会関係によって非常に制限されていて、
それを独立しているって解釈するのは違うよねっていう主張のことをエミネントしたと言いました。でその後に、この考え方を拡大させていった人たちがいて、バーマーだったり、これ読めなかったですね、ズッキー&リマーギュお二人の研究だったんですけど、そういうところで、このエンベッドネスという、特性の価値の応用みたいな話が広がっていたかなと思っていて、構造を変えられないっていう前提を持っているような、その政治経済学的なアプローチに対してエンベッドネスを応用することで、意識的な行動で構造可変のものだとしたことによって組織論への注目の高まりに貢献したんじゃないかなというふうに感じました。すごい重要なところなんだけど、すごくふわふわとしてそこら辺だけフォローできる。パラドックスはエンベリネスの大変な話な気がするんだけど、アクターとフュードの相互関係の進化ですね。何か今の発展の経緯のところで付け加えできる方とかいらっしゃいますか。発展のところもうちょっと分かるのに、掘れる人がいればほっとする。旬のところはそういうやつ、古典の最初の原理のところはね、だけどその後どういうふうにここに至っているかまで分かってきたらすぐ分かる。原理ですか。グラノデッパ以前の話ですか。グラノデッパ以後の話。どうやって組織論に注目が寄っていったかっていう。そう、だから今組織論のセントラルフォーカスの一個のインステーション、俺もやってたんですけど、インステーションロジックとかアントレプレナーシップとかインステーションワークっていうのも原理はすぐそこにあって、だからアクターはもともとそのフィールドの影響下にあるっていう話で、そのフィールドに対してパッシブなものだったところが、そのフィールドそのものが変化しているのはアクターのせいなのに、その一方向の関係性が説明できないだろうって話ができて、でそれに対しての答えっていうのが、その今のエメレスの議論の今の一番最新の後輩なんだけどさ、そこら辺までカバーできるといいんだけど、どうか。だからエンビジネスっていうのはみんなも理解したと思うけど、そのだからアクターっていうのはその人が存在している場所によって制約を受けてるんでしょ。で、存在している場所が変わるとアクターの制約も変わるじゃない。それはそれも理解したでしょ。だけど存在している場所が変わっているのはなぜかというと、アクターの行動が変わったからじゃない。もし他のアクターの行動が変わってるからじゃない。そこってどれが先なのかって話だ。だってアクターがフィールドの影響を受けているのに、なぜそのアクターはフィールドを変えることができるのかっていうクエスチョンが結構あったんだけど、そのグランドベッドの後でね、そこまで深く見えてないです。そうだよ、創設論文の方が、そうしたら単純にそのエンベディットされてます、集合。そうしたらフィールドは誰が変えるのかって話だったね。用意されてる。全員カメラが回ると緊張して話すの。もうちょっとステイティックなことだったし。格好さそうなことは聞かなかったよね。最初の関わらく夏が格好すぎてみんな知らない。少しでもヒントなところも分かります。入山さんのやつどこまで書いてあるんだっけ。入山さんのやつは、ここの概念の説明だけ、そのそれこそ今さっきヒカルさんが話をしていた部分をもより噛み砕いて説明されているぐらいです、入山さんの。そうだから入山さんの本は極めて野心的で、
本人が知らないものをそこで全部書くってやってるので超絶イントラクトリーな感じだけど、それだけだと分かった気にしかならないんですが、疑問不調出てくるはずなんですよ。例えば今みたいな話出てくるはずなんだけど、だからその本に書いてあるとか、論文に書いてあるって信じていかないと何だったけど、それおかしくねっていうふうに思わなかったのかっていう質問近くて、どうですかね。なんかもう一個の方の、必読だったレビュー論文を読んで感じたのは、その、まあ、いろいろ これまで飯山さんの本の中で扱った潮流がありながら、他の経営理論の学全体が1980年代はもう人間の行動を理解するためにその今まで言われていた理論をこう合併しようっていう動きが進んでいたっていうのがあって、まあ、それがこう取引費用理論だったり今回扱っているエンベッドネス理論だと思うんですけど、なんか読んでて疑問だったのはなんでこのタイミングで起こってるんだろうっていうところまでは書かれてなかったので、自分自身なんかその何が1980年代ぐらいだったのかなっていうのはすごい気になりました。なるほどね。まあ、それはやっぱりね、理論同士の対立で何が発生するかっていうと、大体あなたが言ってることは僕の理論で説明できますっていう感じなんで、だからそれはなんか中立的な誰かが全部統合しようとしたっていうのはあるんだけど、まあ、これまで語ったままだとリソースベーストビュー、ナレッジベーストビュー、ダイナミックアビリティの話に近くて、全員が全員俺の理論でいいんじゃないって言ってる感じ、だから取引コストみたいな話もこのグランドベッターとかやってる人たちから言わせると、いやそれって僕らが語ってるものはごく一部に過ぎないよねっていう話になってくし、で取引コストやってる人から見ると、いやエンベデンスってこれ単純コストですよねって言われるわけだから、それはある意味その統合的な説明できますよねってことを言おうとしてに近いよね。だから70年代ぐらいに同時多発的にそこら辺、ここら辺のいろんなあのものの仕組みが全てその市場のメカニズムの、不完全性とか不均等性とかそういったものを説明するものがたくさん同時並行でできたものがそれぞれ、自分たちのフィールドを超えてお前ら俺の言うこと聞けって言い始めたのかっていうやつが80年ぐらいとあるかもしれない。でこの時期にさらに言うと、国際的な学術交流活動というか経営学そのものの学会活動というか、その相互のパブリケーションを引用し合って、議論しながら学問を進めていこうという動きが、メインストリームになり始めていったのは1980年だったら正しいと。それ以前はよりなんか伝統的な本書きましょうとかそういう世界観でこういわゆる現代的な社会科学の状態になってなかったと思います。よりだから他人の言うことを聞いてそれに対して反応しながら論文を書きましょうっていうのが一般的になり始めた世界中になりても、そこへの流れが全部入ってくると、そこら辺です。なんかグラノベッターの論文自体はすごいこう、読んでてワクワクしたというか、ミクロでこれまで扱っていた現象のその限界、経済学と社会学をこう結びつける存在になって、かつこれを通してマクロ的な社会の変化まで捉えていけますよっていうことまですごいこう大きく語ってたんですけど、実際こうこの理論でそのマクロ的なところまでどのぐらい説明できるんだろうなっていう限界は読みながら感じていて、理解っていう言葉が難しくて解釈が、ね、だからそれぞれのメカニズムを理解するっていうのは極めて独創的な要素がそれぞれの事例に存在するので、それをじゃあこのグラノベッターが言ってることで理解できたって言ってないんだけど、だけどグラノベッターの思考の軸で解釈することはやりやすいっていう、なんで人々はこんな変な顔を行動するのかとか、なんでこういう特性を持ってるのかみたいなところを説明するのはすごくやりやすいんでさ。さらに80年代に重ねて話をすると、その当時よりもしかしたら70年代後半からね、より国際的な市場の統合とか連携が進んでいたっていうのもあるわけ。いわゆるグローバライゼーションが1970年代から始まってると、そうなってくるとお前日本企業全然アメリカと違うじゃんって話が分かってくるし、アメリカとヨーロッパはそうだと思いきや、なんかアジアに全然違うカルチャーがあってその中で人は全く違う行動しているってことが分かってくるじゃない。それってあやっぱりそうねって
そういったコストだけじゃない軸から見た方がいいんじゃないかって出てくるし、うん、例えばその国際経営っていう領域は進化するのが80年代だったらしい、うん、そういう話だからさっきの話だと国際的なビジネスが多様化したことによって地域間の文化とかその慣習とかそういったものの違いを意識しやすい環境だったっていうのと、まあ、社会科学の近代化が進んでいてその中で層を批判しながら議論しながらやって議論を作っていくって感じの調子だったっていうのがあってでさらにこの70年代ぐらいにそのいろんな議論体系が成立して一巡したことを背景として層の進捗が始まったっていうのがあって、うん、どうよ DP にも少し被ってる部分があって実際この85年の論文が今までの、何を否定したのかみたいな問いなのでこの流れのまま DP2 に入っていこうと思うんですけど DP1 で何か言い残したことある人いますか？さっきの先生の問いというか、なぜエンベッドレスが組織論の拡大に役立ったのかというところに対して、まあ、ちょっと仮説というかこの議論をしたいなと思ったんですけど、うん単純にその、まあ、そのさっきの問いはアクターこう定められたフォーマットの上で動くはずのアクターは、うん、アクターによってフォーマットが動くみたいな現象が起きているっていうことは変じゃないっていう理屈をエンベッドレスがどう説明するのかそれだと思うんですけど、まあパッと出せる方は特に何ですか、ね、なんかちょっとごっちゃるところになんかちょっと今の話を書い図にしてもらったりしますか。アクターとフィールドっていうところ俺俺が書いてこう公平があったら悪いな。あ多分直すみんながちゃちゃ入れると思う。熊さんいいだろ俺このビル全然わかんないこれがフィールドで、うん、これがアクタートですね。そうそうです。全然わかんないね。マジで取らないでほしいね。あ、これもってフォーカスだ。しかなかったんですよ、それがさ、うん、フィールがあるからアクターがいるんだっていう話があって、うん、フィールドってことフィールドとアクターが相互に関係してるよねっていう3フェーザーその古典派の経済学と言われている人たちの関連市場の話とかがそこに入っていて、で、真ん中がメリットじゃないの？なんかその過程の間の中に結構いろんなこう理論を張ってみたいなのがあって。で最終的になんかそこにこう行き着いたのかなみたいな認識があって、うん、なんかエンベッドに行く前に、まあ、固定派の、批判もありつつ、うん、でこれはあの批判とあとリアムソンとかの、新制度派の批判もありつつあとは、さっきヒカルさんが言ってたその社会学の中のパーソンズの批判とかもあった上で、エンベレットネスっていうのがこう出来上がってきてるのかなっていう認識で、かつそこのエンベレットネスって個人間とつながり、どっちかっていうと矢印逆かなっていうふうに思ってるんですけど、真ん中のエンベレットネスのアクター間のつながりもあるし、アクターとフィールドとのつながりもあるし、
っていう認識です。自分はその、1985年の論文の中の主張っていうのはこの何だろう関係がそれぞれ存在しているよっていうことを主張してるんじゃないかなっていう解釈を自分は論文の中でしてます。なるほど。それっていうそのアッターがいるその社会関係のことをなんかフィールドって言ってるから。じゃあ自分の理解でいくと多分そうまさにアクター間のつながり合いしかない感じだから。うん。それも言い方するから。アクターがたくさんいます。つながってますっていうのがフィールドみたいな。こういう感じだよね。理解しました。うん、これってだからフィールドの中にアクターが内包されてて、それぞれの関係がリインフォースメント言葉あるんだけど、それだったら相互補完的に相互なんとか的なある、あるんだけど、なんかも一部のプレイヤーがちょっと違えんじゃったら、その図書からそのまま行くんだったらもうなんかつながりがあって相互に相互監視し合ってるはずなのに、なんでこんな青い人が生まれたんですかっていう感じなの。青い人は外部から来た人、外部であることもあるし内部から生まれることもある。でなんかこの青い人がねなんか知んないけどフィールド全体を塗り替えたんですよ、バグのように。なんでこの人なんですか。こうね、あゆみさんみたいな人、全部ときめきですよねとか言われてで、なんかみんなときめきになっちゃった何ときめきって感じなんだけど、普通そういう発想があるのになんでそんな出てるの。ミューチュアリーリインフォーシングです。あ、そうそうそう、ミューチュアリーリインフォーシングです。なんか、これフィールドって、組織でもあり得るし、市場でもあり得るから、この、それなんですけど、当然、フィールドは多様にたくさんあるはずで、この人は別のフィールドともつながってるはず。そうだね、そうですね。で、そのフィールドにある独特な知見が多分、青い人だった。で、その青い理論を持ち込んできて、それによって埋め替えられるっていうのが1個の説明。たくさんのこの理論家の形が、だけどこのパターンの場合革命とかどうする。なぜ青が最優先だったんですか。革命ってどうですか。だから、外部と関わりがない中で内部の思考が変わるとかっていうのがありえるの。そうです。例えばはい、理論的に例えば変わる。別のパターンがどう。別のパターンですよ、ね、これはその外部とつながって、その知見がよりこのフィールドにおいて適切だったから何かあってくみたいなイメージなんですけど、まさに それもある、例えば、これを例の信号なんですけど、としては経済学のディシプリンで語ってたことに社会学の知見が入ってきてそっちも説明できるようなイメージだったんですけど、それもそうなんです。それだけじゃないんで、いろんな説明があって、なんかその青い人っていうのが必ずしもその他のつながりに属してるわけではなくて、完全に右から2個目の図みたいな感じで閉ざされた状況の中でも突発的にその青い人が生まれる状況があるっていうことですか。完全に生物学的に説明しようとしてるはずよ。他の人発達障害もうちょっとそうなんだけど、どういうふうに触れるかって分かんないじゃん。発達障害って物事をすごくユニークな目で見るでしょ。それがたまたま社会を、ユニークな目で見つつ、それが社会の変革しうる方向に合致した時にその人は天才になってリーダーになる。だから別にその社会の構造そのもののエンビジネスでは存在し続けているんだが、その中の人間の DNA とかその生物学的な構造によって
それを他の人と違う形で見る人がいて、その人の生理学的な構造と社会の構造がいい方向に合致すると、その発想が全て塗り替えていくっていう説明もある。天才と異常者は紙一重っていうわけでしょ。それって経営学の枠組みの中でも生物学的なことを考えて参照してきた人はいる、メインストリームにはいないけどいる、うんメインストリームでそんなこと言ったら説明できないし、エビデンスがない。またそれに近いようなことを言おうとしている人はいるけどね。だ今だからその、あの起業家の頭の中は MRI とかでさ、その脳の電磁波とか見てる人たちはこれを言おうとしてる感じ。だそもそもだからアントレプレーナーってのは脳の仕組み構造自体は特性を持っているって言おうとしてる、多分そういう話応用できる話。メインストリームはもともとソーシャルの構造の脳だの話をしてて、うん、さっき の, あのストラクチャルフォールやろうとしてたけど、ああいうだから人間のソーシャルネットワークの構造自体に脳だが存在するから、うん、フィールド特性そのものも実はよくよく見ると、ホモジェニアスじゃない。そうするとその、ペリフェラルって考え方があってさ、センターとペリフェラルってあって、そのフィールドの中核みたいなところっていうのはもうすごいね、例えば見たキャンパス、もうなんか、けよって感じがするでしょだけど、SAC って、あ、かっこいい場所でしょみたいな、そういう感じというか、もうなんか、インフルエンサー弱い。インフルエンサー弱いところは、その中央の文化を保ちながらも、それを冷めた目で見れる状態だから、そういう冷めた目で見える人なんじゃないかと言うような。うん、だけど、冷めた目で見える人はインフルエンスも低いので、出力を変えないって話が。だから冷めた目で見れて、しかもインフルエンスがある人を作るべきなんじゃないかっていう発想で SFC だからちょっと慶応に憧れがあるんだけど、見たら嫌いな人にお前嫌いにしてって言ってる反対するとちょっとコンプレックス持ちながらプライドを持ってよく言ってくるんじゃないかっていうそうそうそう、で慶応義塾の初心者だからなんとか行くところに入って就職もできるし、うん、インフルエンスだけどちょっと慶応じゃないと思いつつ慶応ですよ。冷めてるとちょっとアンチみたいな。ちょっとアンチ、この感じ難しくない？みんなアンチ慶応。まあアンチではないですけど。アンチではないけど俺いいんだけど。ああ。まあ自己紹介するときに慶応か慶応 SFC か SFC っていうかめっちゃ迷う。確かに。例えば俺ね、あの京都市に3年間住んだ。だけど、京都人の前で、あ、京都に住んでますって言えない。なぜかというと、山科ってとこに行って、山を越えたとこに住んでるから。そう、京都人に、あの、あ、京都センターですよ、どこやんすかとか言って、山科です。はって言われるから。そんな感じ、うん。どんな感じだったんでしょう。23区以外、都民じゃないみたいな。あ、そうそうだ、港区、いや、3区以外で都民じゃないですか。品川もワンガは許しませんって言ってワンガは港区じゃないんですよ。だからそういう議論に続いていく話だっていうのは、なんか前と後ろを理解してるんですよ。僕は準備ついて、さっきでも今この流れのここの説明で津波さんがほぼおっしゃってくださった観点が、うん、私の解釈だとその観点がこの BP2 の今あったところかなって思うんですけど、改めて3点軽くさらっていただいてもいいですか。あ、はい、まず一つ目が古典派の経済学と、まあ、あとあのグラムベッターの論文の中で古典派とあとネオクラシカルエコノミクスっていう多分あの新古典派の経済学まで含めて批判をしていました。でそれが何かっていうと、まあ、そのそれらの経済学が前提としている完全市場の前提っていうのは、まあ、その個人が属する社会構造だったり、まあ、関係っていうのを考慮できていない、まあ、もしくは考慮はしているがその完全競争を妨げるような、なんだろう、要因、摩擦係数っていうふうに書いてあったんですけどとして扱われているっていうところで、まあ、その完全市場っていうもの前提自体がそもそも成り立たないよっていう話が、古典派の批判で、さっきヒカルさんも話していた、まあ、そのパーソンを代表するような、機能主義に対しての批判の中であったのが、まあ、その、個人というものはその
価値っていうものだったり、こう規範っていうもの、価値だったり、その社会にあるその価値だったりっていうものをこう自分に対してこう内面化していくモデルが取られているが、それっていうのはその社会構造というものが個人に対して与える影響というものを過大に評価しているんじゃないかっていう点で批判をしてました。うん、で、最後に、ウィリアムソンを代表とする新しい当時、新しい買った新制度派理論、うん、新制度理論派の人たちに対しての、批判です。で、これはその取引というものを行う中で、まあ、その機械主義的な行動、まあ、オポチュニックビヘイビアっていうものであったり、まあ、その不正行為に対する抑制に貢献しているものはその企業の中の階層的な構造が、人々のこう機械主義的な行動っていうものを、抑制あ人々の機械主義的な構造を抑制することに対して貢献しているっていうリアムソンの主張に対して、取引というものにはその企業を超えたより一つ次元の高いレベルの、社会構造というものが存在しているのではないかっていう批判を、ウィリアムソンの、新制度派議論に対して行っているっていう3つが今回の論文の大きな、3つの調理に対しての批判なのかなという認識です。すごく良くて、俺に対する、俺のそれに対する解釈から1個目の点っていうのはだから全てに共通する話ね、完全主義はねえだろうって話で、取引コスト理論と、あとこの社会制度派的な話と、あと空間経済学とかもこれに話関わってくるはずなんで、スペシャルエコノミクスの話だから、よりその、伝統的な古典派の経済学の発想をいろいろ落としながらも単純に空間っていう概念を入れた瞬間に崩れるのねって話をしてて、だから もともとのさ、その ISLMS の話っていうのはそのアクターとアクターが離れてますってことさ言ってないんだけど、だけどそこに空間っていう概念を導入するだけで強く変わるから、コストもいませんから、単純に空間っていう概念だけで生きるっていうのは、空間とかコストとか社会制度みたいな話は全てその完全なモデルには成り立ちませんって話を言おうとしてるって話で、2つ目の話に対する僕のテイクは、なんか理論の進化って全てその社会構造の変革に、がコンテキストとして発生すると思っていて、で問いコースの時も説明したけど、完全市場の世界観っていうのはまだ市場参加者が少ない状態で、かつコモディティとかシンプルなプロダクトを持っていた状態だから、かなり説明できたって話、チューリップの話を説明してるから、それがより複雑になってきたところで、説明できなくなったって話をしたじゃない。で同じことがそのウェーバーとペターソンとかの話と、このより新しいグランドベッドの概念も言えるはずで、プロテスタンティズムの精神みたいな話っていうのはこれ17世紀とかの話だから、その社会っていうものに対してあがける人間が少なすぎた、そもそも教育されてないみたいな、だからその制度っていうものに対して盲目的に追従せざるを得ない知性レベルの人間が大多数だったじゃないわけね。これって19世紀になったとしてもアメリカの人口の大多数っていうのは小学校も行ってないんですね。そうするとその違う考え方があるとか違う情報へのエクスポージャーがほぼない状態なので、フィールドがドンときちゃうって話なんだけど、このグランドベッドの時代なんて1960年だからテレビがある、だから ニュース新聞とか雑誌に人間がアクセスがあって、しかもテレビ見てるから、その自分が生きている人たちじゃない人がいるんだっていう状況を、自然なものとして取り入れられる人間が中心になってくるので、よりアクティブなファクターが、その、フィールドの圧力に対してこうせるっていうことが入ってくるんだと。なのでランドベッターに十分にそういう説明ができたんじゃないかというのは俺は思っている感じかな。で最後なんだっけ、最後さあれが取り越すなんでしたっけ。そうです、取り越すとその時どんな人間がいるかって話結構重要、その時の人間とか社会の情勢とかを深く理解すると、あ、なんでこの時この議論が出てきたのかってよく見えるっていう話、うん、全てやっぱね、その時の人間がどんな人間だったかっていうことを理解するのが結構重要で、マジ古典読んでほしいなとかね、古典とか読むとね、あ、なるほどそれはしょうがないなって思うわけ。だってさ、生まれてこの方は
なんかこう山梨県の長坂町のなんか100人しかいない経営者の中でその人間としてはコミュニケーションしたことがない人間がそうじゃないストラクチャーを思いつくかって話だし、それに対して僕らみたいになんかもう日々漫画を読んでいてあのなんか全く違うなんかベルセルクみたいな世界観を見てるとまたおかしくないですだからそういう違い、現代っていうのはよりこの制度とかそのもの自体に対してチャレンジしやすい、人間そのものがそれぞれの個人が独特の世界観を保ちながらもちょっと共有体を作っている状況だってことを言い出してみてね。すごい面白いなと思ったのは、うん、入山さんの本でこう、うん、エンデレットネスがどこで応用されてるかみたいな具体例に SNS の話が出てきてたじゃないですか、うん、でもこの言われた当時は全くそんな概念がなかったわけで、こう技術の発展によってその生まれたテクノロジーの実証的な部分からそのエンデレットネスをそっちにも応用しようっていう、なんかまた現代にもその理論の応用の幅が広がってて、その変化がめちゃめちゃ面白いなって思いました。そうだからまさにだからこれが現実社会で理論の往復をすることの重要性なわけで、理論だけを勉強してもなんでその理論が、その時正しくて今正しくなるか分かんないし、今その理論がどういうふうに変革しなきゃいけないか分かんないじゃん、現実世界にないと。逆に現実世界だけを見るとそれを見るパースペクティブはないから、その同じ土俵に上がる事象と見られないって感じ、うん、だから全てその2つを理解していくと入ってくる情報全てが自分の軸に入ってくるって感じ、うん、だからそうね、最近はナポレオンばっか調べてる、楽しい。なぜナポレオンは社会変化でしたのか。うん、全然かい。そうですね。ニーズは結構私的にはこの3つで完全に揃えているのかなと思うんですけど、他に読んでて付け加えとかある方とかいらっしゃいますか。あ、なんか付け加えじゃないんですけど、なんか疑問として。まあ、その結構批判、納得できる批判はあった一方で、これってなんか誰でも言えるんじゃねみたいな、全然根拠のない、根拠がないように聞こえる批判とかも結構あって、それこそその経済学をこうから出発している理論って、割とその当時の市場の状況とかが結構その理論の中に織り込まれていて、読んでて腹落ちしたんですけど、そのここでいうその社会学の理論の批判とか理論の積み上げ方の中で、結構これって本当にそうなんだっけみたいなところもあって、それがその当時是とされた理由っていうのは、さっきあったようなその学者たちの対話の中でそれが正しいよねっていうふうになったからなのか、それとも何て言うんですかね、他に似たようなことを主張している人はいたけど、その後々のこうグランドレッダーの貢献として、まあ、弱い中体の話、弱いつながり中つながりの話をしたからこれがこうフィーチャーされているの か、うん、なんかどういうそのロジックでこのなんだろう、当時のグランドレッダーの批判が是とされていたのかなっていうところはちょっと気になった。それすごくいい点で、例えばウィリアム・ハンソンとかさ、まあ、さっき空学大学もそうなんだけど、ウルトラ数式のだらけの論文を作れちゃうんだけど、取引コストって概念とか距離とかじゃなくて完全に数式化できるでしょ。で逆に言うとそれができるスペース内で分かりやすい議論をしているから、相互に議論がしやすいし、それが前提なんだけど、おっしゃる通りで社会学とかはそれでキャプチャーできないものを中心に扱っている部分が結構あって、伝統的に、対話と議論を重視しているのが事実なんだ。だから論文自体はそんなに何だろう、ごめん論文自体はメインのツールではないことが結構多かったっていうか、サマリーとして使われていることが結構多かった時代だと思う、その時は。でじゃあ何が本質的なコミュニケーションに使われているかというと、本。だからグラマーベッターもこれ見たのは5年のところ、うん、本あるでしょ、めっちゃ長いの、はい、そっち読むと超論理的なの、だからその論理がめっちゃ複雑で意味不明そう、めっちゃ複雑なんだけどちゃんと読むと筋通っちゃってる。だからウルトラ複雑なイラストレーションとロジックが構築されていて、
読み切るとなるほど分からんっていう感じになるのが社会学の不満ですけど、逆にだからそのぐらい複雑なそのことをイラストレーションしていくっていうのを作ることに価値があるのが社会学。今でも社会学って単調文化があって、その一個の論文とかじゃなくてガッと筋の通った一個の長いロジックを作るっていうことを言ったんですよ。逆にその1個の筋を取ったロジックを作れっていう意味でいくと引用しにくいわけ。第1章と第5章って言ってること違くないって違うし、実はそこだけ引用しても意味がないから全部やりたいって話。その集合値の作り方が違うっていう感じ。だから、そうだから論文だけ読むとこれ大丈夫かって感じがするんだけど、それを代表とするこういう考え方みたいなざっくりとした取り方を取ってるっていう感じがまずありますし、第2はそれを具材にして議論し合うところから生まれていく、ソーシャリーコンストラクティブな、ね、社会的に構成されていく、共通認識みたいなものが、議論を進めてきたという感じがあります、それはね結構重要な指摘なんだよね。なんか予算ゆえさんの今言ってた社会学のアプローチに対する批判で納得できなかった点って、なんかどの辺とか覚えてたりしますか？ああ、なんか例えばそのパーソンズの批判の中で、まあ、その社会構造っていうものが個人に与える影響が過大に評価されすぎているよねっていうところの中で、じゃあその具体的に何が課題なんだっけっていうところで、あの自分考えたのはその過大評価されている一方で、古典派経済学についてはその過小評価されているみたいな話が、そこのこう対比があったんですけど、じゃあそれの程度ってどれぐらいなんだっけっていうところもいまいちイメージが湧かなかったところと、あともう一つは、ね、はい、多分答えになるかどうかわからないけど、オーディエンスが誰かって話があって、はい、その論文とかのオーディエンスって全員マニアックな人たちなんです、社会学の。例えばだからなんか ガンダムのマニアに、アムロって弱虫だよね、うんみたいな説明されてないんだけど、そこにいる集団としてはそれ常識でしょみたいな感じ。分かる。だからそのセンテンス自体がその、共通知識ベースを理解持ってない人からすると伝わらないんだけど、そのぐらい言うと分かるよお前みたいな感じの、やっぱり空冷ポルシェの方がこれがいいよねみたいな、そういうのなんか そういうのってなんか分かってる人としては分からないみたいな部分あるのかもしれない。で、社会学の方がそういう共通基盤みたいなものを相当重視したネットワーク形成をしている感じがするし、それを前提としたコミュニケーションをしている感じがする。他に何か例ある？あ、他に言うと、なんていうかね、あのさっきの取引コストへの批判なんですけど、うん、もう一つ高い次元のこう取引というか、うん、社会構造っていうのが存在してるよねっていうのを言われて、うん、まあ分からなくはないんですけど、それがその取引コスト理論を批判する具材としては、うん、なんかこう弱いというか、これ批判っていうかどちらかというとなんか拡張みたいなイメージがあって、それはね、あのいわゆるミクロ経済学、マクロ経済学っていうディスティンクションの前提にあるんだ。あれミクロ経済学ってあるってみんな分かってるから、それマクロとどう関係性どう理解するんですかって言われてる感じ。マクロがそのだから経済学者からするとちょっと困ってる場所だと思う、うん、そのミッシングマクロミクロリンクって話ってみんなが言われてほしくないそなんでそれ分けてるんだっけっていう話になって、そこをこう追求してるので、だから見てる人間からすると、あ、そりゃそうだよね、みんな分かってるよねっていう話なんです。これもだからその議論のベースの話なんです、ね、経済学ってそういうなんか全然よく分からないディスティンクションじゃ本当にいいんだけど、これはその組織論と戦略論にもあるわけじゃないけど、だから戦略論の人にお前組織の話しようよって言ってるし、組織の人に戦略の話をしようって言われてごめんなさいって感じです。まあ両方受けるっていう基礎がしたんだけど。今の津田さん
えば、なんだろう、後者の PC 取引用理論の方への、今の方だったら、だから、そもそもその企業っていう範囲に企業、取引企業理論だと企業の内部に入れることによって階層的な圧力で、機械的主義の機械主義的な行動を止められる。だけど外だとめちゃくちゃ関連主張的な世界観があるから、機械的な行動、機械主義的な行動が起きちゃうよねっていう話から、そもそも多分批判のことがいくつかと思うんですけど、一個はそんなに階層の中に入ったとしても止めることは難しいっていうところと、あとその個人的なつながりっていうのは企業を超えて存在していて、それをベースに考えると別に企業があろうがなかろうがの関係ないというか、そういう方向から説明ができるみたいな感じな気がします。ただ確かにそう別の解釈の方向を示しただけで、そっちが優れてる理由みたいなのはそんなに書いてなかったりする。私の理解ではそもそもこの論文自体がこう人間の行動とか市場取引を理解するために一つの要因だけで説明するのがナンセンスだよねみたいなところから、それってなんか経済学的なところのその完全取引みたいなのも違うし、それに対する社会学も人間同士の関係性っていうところの一つの要因に帰着してるのが、どっちもこう一要因だけなのがこう良くないんじゃないかっていうので、それをこうマージさせるものが必要みたいなところでエンベデッドネスっていうものを捉えたのかなっていう理解で、そこが結構貢献かなと思ったんですけど、両側面あるっていうことを捉えるべきだっていう人なんですか。それができる、このフレームから見ればできるんじゃないかっていう主張が、確かに既存の理論を拡張させたっていうフラット感っていう指摘は確かにその後の実証が必要な理論の考えだと思うんですけど、大きな価値なんじゃないかなっていう気がしました。どうなんだろう。私的にはそんなっていう、それがあるとあるの普通に。いや、なんか社会学の人たちがそもそもこう経済学が一つの要因に帰着してるのがダメじゃんみたいなところで始めた実証的なアプローチも、結局人間の関係性って一つの要因じゃんっていう批判が今回の論文の中であったのかなっていう。今回のこの主張ってなんかその概念を持ち込んだこと自体がこのガーナ・ベッターのなんか本当の価値って、主張の本当の価値って何なんだろうって僕も聞いてて今ちょっと疑問に思ってて、なんか多分今のなんか考えとか概念って分かんないですけど、なんか ちょっと前のその社会学者も経済学者もなんかそのアクター同士の要因があるってこと自体とか、なんかそれを統合して考えなきゃいけないってこと自体とかは、なんか認知自体は知ったんじゃないかみたいな思ってて、その上でなんかそれってその例えば社会学だったら統一したそのロジックを作るにあたって、なんかある意味その摩擦的な要素というか、なんか議論において多少その要因とか影響力っていうのが一定過小評価されて、なんかあえて除外して話されてたみたいなところが、分かんないです、仮説ですけど、あって、なんかそれに対してガーナ・ベッターはなんかそれって無視できない事象で、なんかなぜならなんかこういう、なんだろう、この概念自体はもともとあって、これがどれだけ重要かっていうこととか、これを説明しないとなんか話せない
事象とか内容があるよねっていうロジックを多分その分厚い本とかでめっちゃ構築してるみたいな。この読んだ論文だけだとやっぱ主張の方向性しか分からなかったですけど、でちょっと僕も疑問に持ってたんですけど、なんかさっきの本のやつ聞いてそこがちゃんとロジカルに話されたっていうところが貢献なのかなっていうふうに思って、めちゃくちゃその通りで、だからエンドルカ伝えてることはもうカンバセーションなんですよ。これってその社会学とか社会科学の研究っていうのは普通にここでさ、こう友達同士で話しててもさ、なんか盛り上がってることがあるとするじゃない。ここでみんながサッカーの話をしてるところに、はいはいラグビーの話しようぜって言っても誰も聞いてないでしょ。だけどなんかサッカーの起源ってなんだろうねっていう空気のところに、あちなみにこんな本があってとか言ったらみんな聞きたくなるじゃないか。だから同じ情報でも全員がその議論したプロセスの過程、そのなんか経緯の過程において正しい時に出せるかっていうことは結構聞いて、でそれが出されるときに出せる人間にその情報が入ってるかどうかまた別に重要で、例えばウィリアムソンで言うと、ウィリアムソンがコースを知っていたってすごく重要な話じゃない。だからコースは認知されてるわけでしょ。同じでグラノベッターも、そのグラノベッターをその後の人たちが知ってたってことが結構重要だから、その時のカンバセーションに合わせて差し込むか、少なくとも、そのトピックを語っている人たちの間では認知度を高めておくっていうことがされている情報じゃないと評価されない。だおっしゃる通りで、そんなことはもう4000年前の人間も言ってるわけよ。いろんなその詩に書いてあるわけね。なんか社会がこんなとかとかいろいろ書いてあるんだけど。だけどそれをその時言ってもあんま意味がなくて。これはビジネスの話ね。タイミング。タイミングの話。だから今角田さんが言ってくれたみたいにコンテキストが重要で、なぜその時、なぜその場所でそれが評価されたのかっていうことはすごく重要。まあちなみに私は今だから 逆ロジックでいわゆるこのトップジャーナル、誰もが見てるカンパペーションのフィールドに自分の研究を投げ込みたいと思うから研究の自由がない。いやだからみんなもそうでしょ。なんかさ、このみんなが盛り上がってる時にさ、自分も輪に入りたいと思ったらさ、頑張って話合わせるじゃん。それを今頑張ってやってる感じ。船橋屋の話なのでテンポアイって話になってるから。そうですね。で、何度も繰り返してるけど、この話し方の知見っていうのは、まさにグローバル化ってすげえ重要な要素なんですよ。こういう話が重要になってきた話。あれって日本人全然違う、なんかメンバーシップ制みたいな雇用環境を持ってるし、なんかメインバンク制度みたいな意味みたいなの持ってるし、マーケットも信じてないし、なんかミーティングばっかして何も決めないけど、これどうなんだよって話になるじゃない。でそれを理解しようとすると、完全市場はって話になるでしょ。取引コストとかそういうものだけはないよねって話になってきて、話を聞けば聞くほど、それ歴史的に強くないって話になってきて。中国もそうだし、アフリカもそうだし、中東なんかもそうだし、だから今の時代のコラボレーションにおける問題とか特性とかを理解しようとすればするほど、このまさにグラノベッカーが言ってるようなことって重要性が高まっていくと思います。まさにその1999年のレビューエンベッド S 理論 そのレビューの中で、日本はまさにそういう特性があるみたいな記述が2分か3分ぐらいあって、なんかそんなピンポイントで日本ってフォーカスされるんだっていう驚きがあります。1999製薬会社がどうこうだっけ、なんかこう日本的なつながり、あ、どうだっけ、あ、でも、あ、違うかも。ちょっとその製薬会社っていう具体的な話に関しては、覚えられてないんですけど、うん、あ、バイオテックだ、製薬会社じゃなくて、
497ページのところから、日本の縁とかつながりの深さによって育まれるビジネスがっていう研究が、なんか当時のやっぱり特性だよね、まあ、2000年だと中国も大きくないからね、うん、で特性がある環境っていうのは一つの代名詞が日本だと思うからね、うんうん、そんなにもうつながりといえば日本みたいな感じなんですか、2000年前後、2000、まあ、少なくとも1990年ぐらいは、うん、まあ、一番やばかったのは80年代。で80年代の時価総額ランキングトップ20のうちの18社の日本企業でしょ。えって感じじゃない。でさ、もう主要素材すべて日本ナンバーワンじゃん。半導体、鉄鋼、造船、テレビ、自動車とかってもうすべてじゃん。ほぼすべてっていう感じだったから。でそのほぼすべてで勝っているエコノミーがなんか全然違うロジックで動いてるっていうのはクエスチョンですよ。でそれに対しての一個の答えが、あの歴史だみたいな、制度だみたいな、多分正しい話。だからその自分たちが理解できないものが登場してきた時っていうのはやっぱり理論に対するクエスチョンが生まれる瞬間なわけです、ね、それが例えば19世紀とかの時だとやっぱアメリカが何でこんな進化してるかって話で、そこでサイエンティックマネジメントって話になってくるし、でその後やっぱり日本の交流みたいな話になってくるし、その後インターネットみたいな話になってくるし、で次オンラインコミュニティの話になってウェブ3みたいな話。Web3 なんかやっぱりイーサリアみたいなのがあれで機能したっていうのがびっくりしてるのが言い始めてる話だし、うん、象徴的な出来事があるんだよね、うん、なんか話がちょっと戻っちゃうんですけど、うん、理解が正しいことを確認した部分があって、うん、このグラノベッターさんって過剰に社会化されているものと過小に社会化されているものっていうふうにまるで同じ一つの軸の選択なんだろう、この右左で話を変わっているのが不思議だったんですけど、なんか別のことを話している気がしたんですね。具体的に言うと、うん、過剰に社会化しているという方でどういう批判だったかっていうと、内面的な規範を持つことによって内面的な規範を持つっていうことで、この行動を一見合理的じゃないことをしますみたいなことをっていう行動に対して過剰に支配されてるって言ってると思うんですけど、その意識ってあったんですか。それは俺のあやふやの記録で言うと、ウェーバーに対する批判じゃないかな。そこが見る、そのウェーバー系の人たちに対する批判の気がしたけど、なんかどうわかんない。ウェーバー系の批判なら結構納得です、うん、ウェーバー系の人たちの主張っていうのは自分の認識だと、まあ、個人の行動を規定するものっていうのはその社会、その個人が属している社会への関係だったり、まあ、その宗教とか、まあそのあまあそうですね、社会の中のこう宗教とかその人の価値観によって個人の行動が規定されているよねっていうのが多分そのウェーバーのこうプロリンの中の話だというふうに思っていて、その事例を出されるのであれば自分はすごいこう納得というか、まあ、それは確かにそれが全てじゃないし、そこを個人の行動を規定する中でそのなんだろ う, こう社会構造の影響っていうところのウェイトをすごく大きく置いている気がしているので、そこはすごい自分ウェーバーの絵の批判であればすごいなんか納得はします、うん、すごいシンプルにそれはクワテッサンスだからそうでしょっていうふうに言われたりするじゃん。ああ、みんなさ仏教徒だからそうなんでしょみたいな、それはちげえだろ、はい、それが過剰の社会化ですよね。過小の社会化の方が、なんだろう、うん、そう、過小の社会化の方でそれもないって言ってるし、例
多分その社会科の人の話はあのハーバート・サイモンの話、はい、そうだからそれは社会ではなくてシステムであって、その人間というものの集合体は基本的にこういうふうに論理的に理解できるって言ってるわけね、ハーバート・サイモン、うん、でそれをあの引用した形でウィル・アームソンが存在するから、例えばコソリオンとかそっちの新古典が新世話っていうのを感じて繰り返してるけど合ってるけど、このブラノベッターさんがめちゃくちゃ多分明確に言ってると思うのが、まず原子化されていないっていう前提が一つ、原子化されるっていう言葉を使ってて、おそらくそれは、影響を受けない個人っていうのは違うよねっていうこと、その他者からでは、なんだろう、その人の属性とかじゃなくて人間関係とか社会関係から、影響されうるよねっていう前提を、過剰も過小もどっちも持ってないよねって言って、過小の方は当然みんな分かりやすいと思うんですけど、過剰な社会化っていう方がちょっとなんだろう理解しづらいというか、ね、内面的な規範を持ってるイコール原子化されてない状態とは違うっていうこと。なんか多分それちょっとさっきなんか話してた気がしてて、それしか知らないからみたいな、そうだから、そのアトマイズダクターみたいな表現してて、多分その原子化っていうワードが なんていう原子化比喩なんかなんじゃないかみたいな、要はそのなんだろう外部の環境とかなんかその社会構造とかにもう従順になんかその規範とかに従順そのまま従っていくみたいな、なんかそれそのなんか行動というかを原子化と話してるんじゃないかみたいなことは言ってた。だからこう過小だともう完全にあの経済的な原因のみで動く原子であって、過剰社会の方だともう社会からインプットされた価値観でのみ動く原子だから、どっちもこう個としての意思のないなんか原子みたいなことだよねっていうことで、アトマイゼーションって例えばされてるのかなって。正しい、俺もそう思ってる。正しいと思う。意思がないところとかそれに定められて分かりやすく動いてくれる原子みたいなイメージで、そういうそのルールとかルールというか分かりやすいルールだけじゃなくて、目の前の社会的基盤とかによってその意思決定の軸、そこに対応するようにそれに対応するように、まあ、ここでいうところの合理的な意思決定をしていくっていうのがグラノベッターの主張かなと思ってて、絶対的な原則みたいなものに従って意思決定していくんじゃなくて、その場面に応じて、場面に応じて経済的な利益以外での目標、権力を持ちたいとか、そのコミュニティ内で評価されたいとかっていう欲求に応じて意思決定していくっていうのがグラノベッターの世界観。そう、だから中間だよってことだよね。そうか、それは中間なのかなと思ってて、別のそのまあ確かに中間は言い過ぎますけど、まあそのどっちでもない両方の要素をはらんだ別の状態だっていう、そうっすね、なんか別の観点を入れてきてるなっていう感じ。それは軸の立て方は違うからね、違う軸で説明していて別のを批判してるからですね、うん。なんか そこですごくグラノベッターの価値があるんじゃないかなと読んでて思ったのが、その合理的だっていうところを強調してたと思って、合理性っていう概念を拡張したみたいなことを書いてあったと思うんですけど、これまではその合理性って言ったら経済的に合理なところを目指すっていう前提があったのを、その人にとっての合理性って状況に応じて変わるよねっていうふうに広げて、既存の理論の既存の合理性って言葉にのっとって合理性のところを拡張したことによって社会学の文脈が経済学経営学に入ってくれるようにしたのが大きな貢献だったんじゃないかなって
中で今回ダグラスの差出てきた。記憶にない。出てきてない。何年ぐらい？1990年とか。ダグラスの。全く出てこない。ダグラス・モスは、うん、新政の経済を代表する人物って書いてあるけどダグラス・セシル・モス。あ、そうだ、すみません、ちょっと話戻っちゃうんですけど、うん、その、オーバーとアンダーを比べた時の軸の立て方が違うみたいなので、ちょっと、うん、本の図と見比べて、うん、ちょっとこう、なんだろう、可視化してみた図があるんですけど、ちょっと書いてみてください。かっこいい、マリューですと。これしか書いてないとマジヤバいだったんですけど。だから、オーバーとアンダーがあるけど、この2つって果たしてセパレートなものなのか、完全に反対に位置するものなのかって、こう自身がインタビューで語ってたんですよね。論文をなんか補足するインタビューの4分ぐらいのものがなんか YouTube に載っかってて、で、まあ、完全に真反対の、性質があるわけじゃなく、こうではなく、オーバーもアンダーもそれぞれ違う特性は持っているけど、こうなんだろう、この軸が、人を人として見てる度合いで言えば等しく低いものであって、うん、それのこうなんだろう、解決というか、そこをついたのが、エンベデッドネスみたいな解釈なんですけど、どうでしょう。このやってるじゃん、人を人として見てるドアなんで、はい、ちょっと図がわからないけど、まあだから下行くほどアトマイゼーション、ああ、そうか、これだからこれじゃなくてこっち、こうではなくこっちってことね。アトマイゼーションとこっち側、横軸はない。は、まあ、オーバーかアンダーであるか。じゃあ、エンベデッドネスは中間か。ああ、そっか。なんか中間っていうか、間ではない。正反合みたいな。そっか、じゃあ、こう。じゃあ、もうこの線の上にある必要はないってこと。あ、いや、というより、その、なんか、足して2で割ったというよりは、対立した2つの概念を合わせて、なんか、第3のみたいな。そうね、横軸の意味がなくて、だから縦軸しか意味がないことを言ってるから、あー、うん、オーバーもアンダーも同じですと、エンベースに関してはみたいなことに聞こえたけど。ああ、そっか、じゃあもう、こう広げる必要はなく、もうオーバーもアンダーも、どっちもアトマイゼーションだから、うん、それは違いだっていうのが、なるほど。まあ、これもなんかどうしてかっていうと、だから最初話は繰り返しになるけど、この時代において個人のエンパワーメントがどんどん進んでる時代だから、それ以前に比べるとこの人権とかいう意識とかもすごい進化してきてさ、黒人解放運動って何年ぐらい？アメリカ60年代だっけ。女性の社会進出とかアメリカですよ、多分70年代だから、人々の精神が解放されたっていう背景があって初めてこのように立つわけ、うん、それ以前においては まっとうなことを言ったわけですよ。ほとんどの人間だったらそういうことを理解できなかったしなかったっていうのもあるから、それらがその研究者とかの間に刷り込まれた状態で、人間でしょって言ったらそうですねっていう感じになるじゃん。やっぱその何だろう、研究者とか実務が生きている時代背景みたいなものが
マッチして初めて、あ、そうだよねっていうスパークがまで行くのじゃないかな。今から見たら当たり前になっちゃうけど、うん、当時からし、当時の直面からしたらありえない。そう、当時だとなんか新しい社会のムーブメントを適切に説明する軸なんていうんですね。あ、そっか。じゃあ未来はどうなるんだろうねって思ったより DP が盛り上がれてすごく良かった、うん、ちょっと伸びてスタート遅くて、はい、いいですよ、この撮ってる皆さんは大丈夫、はい、スタート10分遅れてるか、はい、あ、じゃあ大体あと15分20分くらいで最後は DP さん、はい、未来について話せたらいいなと思うんですけど、読んでてせっかくなのでちょっと声大丈夫だったら、あのメーカーズの話から会社のこと言ってて面白かったので。はい、私が、DP さんで紹介したのが、まあ、自分がメーカーズユニバーシティでやっていた研究がまさにこのエンデッドネスとすごく重なる部分が大きいなというふうに感じていて、で、まず彼らの特徴として観察をしていると、まずそもそもメーカーズユニバーシティというコミュニティの中でのインタラクションがすごく多かった。で、そこから、まあ、もちろん彼ら自身が関係性を構築しているっていう流れがあったんですけど、まさにそのエンベデッドネスの効果として一つ言われていた、こう実際に事業をコラボレーションして新しく事業を生み出したりとか、こうビジネス的なやり取りっていうものをそこから発生させたりしているっていう流れがあって、それがこうつながりによってこう生まれている新しいこう事業としての価値っていうところがあったので、私はこう今後、まあ、このエンベデッドネスの、まあ、未来っていうものをどの観点から切り取るかっていう議論はあると思うんですけど、この議論っていうものが、まあ、個人間っていうところももちろんこう重要視されて、まあ、発展していくのかなっていうのを今回 DP さんでまず紹介しました。そうですね、いや俺もこれはみんなに聞きたいです。どっちかっていうと、未来の話だから、うん、我こそ、はい、そうですね、僕の考えは、入山さんの本の中にそのネットワーク、IT の技術とかの発達でそのつながりっていうのが生まれやすくなってるみたいな、で加速していくからその企業っていう枠組みがっていう話があったと思うんですけど、ここはそれはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに考えていて、確かにその技術の進展の中でつながりが生まれる確率っていうか、つながりやすさっていうのは加速してると思うんですけど、それはあくまでその選択肢が増えただけだと思っていて、必ずしもその企業が意思決定をするときに、そのいわゆる一元さんって言われるようなところとのつながりっていうのを最優先するかどうかっていうのは保証できるものではないなっていうふうに考えていて、この企業間での取引においてのつながりっていうのは、ある一定以上の信用っていうのが必ず必要なのかなっていうふうに感じていて、なんで、このつながりが加速する上で、つながりやすさっていうのを加速する上で、企業の戦略的な意味での戦略っていうのはどういうふうになっていくのかなっていうふうに自分の中で考えた時に、そのハウ、例えばそのスタートアップとかにありがちなエンジニアが足りないっていうような問題とか、そういう問題っていうのは解消されていくっていうふうに思うんで、そのハウのところにこだわるっていうよりは、自分のやっている事業であったりとか、会社がどういう目的を持っているのかっていうところを、時空のところをしっかりさせていくっていうのが大事になっていくんじゃないかなっていうふうに、うん、じゃあ今話したことを20秒で教えて。20秒ですか、ちょっと長すぎてよくわかんない。ああ、すいません。言えないでしょ多分ね、そのちゃんとまとまりがない中で話してるから伝わらない話になる、はい、といきなり厳しくするんじゃないか。久しぶりに来た。準備する。薄くて
薄いつながりは広がるかもしれないけれど、それは深いつながりにはつながらない、深いつながりにならないので、必ずしも企業はそれを選択するとは限らない。お、いいじゃん。なんか そういうの、そういうのもどうだ。トップラインメッセージファーストじゃん、スタート。はい、結論、すいません。ふわーって感じ。はい、しかも、ね、接続詞が立派だなって思う。はい。横に座ってきた。もし。そうですね。なんかその。今後その個人っていうその企業間同士っていうつながりっていうのからその企業っていうのをもっと人っていうベースに、企業ってあくまで人が人の集合体であるっていうふうに捉える考え方がもっと広まっていくのかなっていうふうに思って、その中でその人をどうこう人をリソースとしてどう活用していくのかっていう部分にもっと注目が集まっていくんじゃないかなっていうふうに感じて、うん、そこの何て言うんだろう、個人、そうですね、その、まあ、さっきその入山さんの本とかの中では若手をスタートアップにこう送って、そこで成長させて一緒にこう、まあ、自分の企業とのこう相互作用を生んでいくみたいな話があったんですけど、まあ、そこも一定大事になっていく中で、逆にじゃあその、まあ、長年企業で働いてきた、こう知識を貯めてきた人たちとかを、まあ、どうこう人なんて言うんだろう、リソースとして生かしていくかみたいな部分とか、そこのその、まあ、企業間同士の相互作用だったりとかっていうのは、なんか、まあ、どうやってそこを生かしていくかみたいな部分がより、まあ、なんか成長していく上で重要になっていく鍵になるんじゃないかなみたいな部分を思ってました。っていうのも20秒20秒考えてる間に個人法人問わず、なんか特定のグループ内でのそれなんかエンベデッドされてる感みたいなっていうのは、あのインターネットがあるのによってすごいいろんな情報が可視化されたと思うので、よりこう進んでいくと思います。例えば慶応とかだったら、うん、慶応大学だったらインスタ見たら共通の知り合いがいっぱいいるとかみたいな感じで、あ、そうね、はい、なんか今までだったら気づかないような浅いような関係性も全部可視化されるので、うん、よりエンベデッドしやすくなっていって、で法人同士だとしても例えば社長同士がなんか Facebook で共通の知り合いがいっぱいいるとか、そういうのでより可視化されていくみたいな。それねすごくいい視点で、そのこれまではそういうデジタルなツールとかによるつながりが作れなかったから、その社長会とか下肢交換会とか、もしくはこの義塾って場所で人を集める必要があったんだけど、今その物理的なそのイベントとかその、所属っていうものがない形の人のつながりっていうものを構成しやすくなってるって感じですね。だからそれこそだから YouTube とかのメンバーシップとかスタンペースとか仲いいとかありえるわけじゃない、普通の。だからつながりの、再編成が行われる。これまでだから地域とか組織とかにつながってたものが、より興味関心とか思考とかスタンスとかによって人がよりつながり合う世界になる可能性があるっていう話になるんだ。それはね、実は対立を生むって可能性があってさ、より先鋭化していくわけよ。右翼は右翼になっていく、で左翼は左翼になっていく。実はだから場所だけでのつながりって極めて強制的な同化のプロセスが働くわけです、うん、いろんな人がいるんですけど、だけど今の世界っていうのはもう究極自分の好きなものしか見なくてよくなってしまう。 Facebook もそうだし、スマートニュースもそうだし、スグノシーもそうだし、なんかもう都合のいいニュースしか来ないじゃない。だから そういうのが正しいのかっていうのが一つの未来のなんていうか悲しい可能性、うん、伝
さん、あまりに対してもなんかこう統治する国家とかがこう社会保障的に入ってくる必要性があるのかみたいな議論につながりますか。そのつながりを規制した方がいいんじゃないかって話が出てくるので、例えばだからさ、そのイーロン・マスクがツイッター買ってるとあれなんかは、規制すんなよっていうふうに大出しを問おうとしてるわけで、それしないとじゃあああいうその強力な人間のつながりをコントロールしてるのって何しようとしてるかというと、はい、トランプさんダメよとか、ロシアを支持する人全員ダメよとか、何かしらの強烈な意志を働かせてそのつながりをコントロールしようとしてる、それでいいんだっけって分かんないよね、いいか悪いか。それはだから支配するべきかしないかっていう論争だから答えがなくて、どっちかってある。つながりも私はその誰か統治する人が政府みたくいないと、まあ本当に完全経済、自由経済みたいな形になってしまって、そうなっちゃうよね、これ。すごい大きい格差になっていきそうだなという。そうそうそう。格差ってどういう格差かというと、自分の精神的な自由を担保して情報にアクセスできる人間 VS その、飲み込み続ける人間の格差。飲み込み続ける人間っていうのはそのまさに YouTube 見続ける俺みたいな感じ楽しみだ楽しみ。最近、ね、これ、ね、宇宙物理学の YouTube 見なくてもね楽しみだそうか、ひもいろって困ってるとかまあそれいいとして関係ないんだけど、だからその与えられるつながりが自分の欲求にすごく近いつながりしかないから、これ麻薬なんだよ。コンフォータブルなつながりしか出てこない、コンフォータブルなメッセージしか出てこない、ツイッター。俺とかさ、子供が発達障害とかさ、そのライクボタンとか押してさ、なんかそういうツイートばっかりなんだけどさ、それはそれで辛いわけだから辛い人しか出てこないとか、何度もツイッターとかでどうかな、それでコントロールされてるわけだよね、趣味思考に基づいて。それ果たして幸せな世界なのかって思う。例えばそういう話で、つながりの再編成を受けながらエンジェルスが存在するとなるとすると、その物理的な制約とか所属するコミュニティとは全く違うところで一つのつながりが起きる。だが、そのつながりをファシリテートするはずの存在というのは、営利的な行動に終始していて、その人間たちのエンゲージメントを高めるために、前的な行動している状態がいいのかもしれない。怖いね。ソーシャルゲームが近いと思う。だから、アディクティブな感じで設計されるゲーム。なんかそれが一つ。あともう一個はだから俺とかです、俺の今の感じでいくとさ、こう所属するコミュニティが多すぎて頭おかしくないですよ。そうそうそう。なんかこうある会社でもう死ぬ気で議論して、よしこの記事決定したらこれで世界評価してくれるはずだと思ってアナウンスして、よしと思って株式市場見ると大暴落。まあ、どうかしてもないけど夜あるわけだけど、もううわーと思ったらその時会議が始まって、今度は全然違う会社のサスケッションプランニングが始まるから、もう頭完全スイッチするわけ。スイッチうわーって思った後はその中期大学との共同プロジェクトとかみたいな、頭おかしいんですよ。だからこの人間という人脈が切り離されてる感じだった。だからあまりにもいろんなことができるから、そのそれぞれの世界線が違いすぎて、そのエンベディットしている世界が別世界これって人間の精神衛生上結構やばいと思ってて、頭おかしくないそうだなだ人間どこまでその多次元的なそのエンベディットに耐えられるかっていう部分もあるんだと思ってきて、結構未来の企業の話みたいなのを考えたときに、うん、でもなんかいわゆる SNS とかの普及でこれがよく広く多様化してくるねみたいなのってもうすでに始まってる未来で、うん、もっと先の未来って何だろうって考えたときに、うん、だからそのまあ、リアルな世界だと、言うと例えばなんか個人が、まあ、そのいろんな肩書きを持ち始めるんで、なんかいろんな自分がいるし、例えばその、うん、さらに技術発展してくると、多分いわゆるバーチャルな空間とかで、うん、か今の自分と全く全然違う、肩書きも違う、人格も違う、認知されているのがそもそも自分じゃないみたいな、うん、なんか存在も生まれて、うん、今って多分、その子が一次元の中での
ネットワークの話をされてると思うんですけど、多分それがこう多次元化されてて、そう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 、でなんかそれぞれの次元のつながりの議論とか生まれそうだなと思いましたし、うん、だからその子がどこまでそこを多次元化できるのかみたいな、うん、なんか多重人格の世界、そうですね、全然違う人格が、あの人間の、ね、知的キャパシティがどんどん高まっているから、もはや一つの子でなくなることもできる気がするんで、必要なその世界線に合わせた自分のキャラ設定ができちゃうわけですよ、うん、今とかある銀行グループのね、その、CXO ミーティングの設計だったんだけど、なんか4兆円のフィナンシャルグループの設計ってウルトラポリティカルだから、俺もポリティカルパーソンでそれなんとかさ、こう根回ししてこうしたみたいじゃないですかってなるんだけど、そんなこと言ったらスタートアップじゃダメじゃない、もっと超絶ロジカルな話になるんですよ、それってなんか多分自分でじゃ全部切り替わってわけで、さてエンビデンスの議論違う、だ人間個人が自分のエンベリットネスの仕方を選択してるって話になるって分かる自分がエクスポージャーのある世界に合わせて自分自身の形を変えてるって話になるんだよね。これはさっき言ってた話で、オンラインゲーム上の俺って単なるゲーマーだしそういう話です。だ人間 の, その可能性がまさにグラノン・ベッカーが言ってる世界からさらにずれてる、現実世界と全く違いますね。バーチャルリアリティ的な空間に近いような別の組織の通過アイデンティティを5、6個持ってる状態で人間していく人がたくさんいるんだこれどうなるんだって話ね。なんかボット化するんじゃないですか、この、うん、この組織のここの人格はもうアウトソースしようみたいなあると思うんですよね、なんかそういう人格、ね、そうそうそう全然あり得る、そうで、まあなんかそこはちょっと最初の段階は多分反ロボット反人みたいな感じでやっていって、あもうこう触れなくていいな、ある程度学習させられたなと思ったらもうちょっとパンでアウトソースして自分のこう居心地のいいコミュニティにこう行っちゃうみたいな、ね、やばい世界線だけどだからアレクサとかああいうのが進化してたり、この授業こんな感じでよろしくみたいな、これがなんか新しいのを必要とするでしょ、人間個人ができることも幅が広がってるし、人間個人がエクスポーズされている世界のやり方が変わってるわけだから、多分今のこの議論は全部説明できないはず。何が説明できなくて何を変えるべきかというのを紹介できます。うん、俺とか今エクストリームエグザンプルではこの世界があんまりいないんだけど、俺みたいな生き方が普通なんじゃない、パラレルキャリアから話しておりましたけど、それだけで世界と組織が構成されたときに何が起きるかって楽しい。エンベデッドの人は皆さんと変わっていく。でね、じゃあ俺さ、今めっちゃお腹空いてていや、そろそろ焼き肉でいいじゃないかなって感じはするんですけど、どうでしょうみたいな。食べますか？お前、続けて続けにくい。続けにくい。気がなと思ったら、この辺ちょっと、あれと5分ぐらい。なんか、むしろ僕はエンベデッドレスの、なんかちょっと、皆さんと話した次元が違う気がしたんですけど、抑制される、エンベデス的な行動をいかにコントロールするかは企業戦略の肝じゃないかなという気がしていて、まあ、理想で言うと、うちにとって有益な風に皆さんにエンベデッドしてもらった上で、自分からしたらできる限りエンベッドせずに経済的に合理的な行動をしていくべき。それがパーパス系ですよ。そうですね。そうするので、社員とかは、まあ、社長との関係性だったりとか、組織のビジョンとかで関わってもらった上で、取引先との何だろう決めるときとかは、なるべくその人が持ってる社会個人的なつながりから選ばせせずに、第三者の評価とか、第三者のエンベッドを使って、経済的に合理的な意思決定していくべきだなと思っていて、それをどうやってやっていくのかなと思うときに、どの話に関わってくるかなと思ってて、従業員として働く中で結構ノルマを守る中で、ノルマを守る中で適当に仕事するって言って可能だと思っていて、なんだろう、例えばこの資材をどこに発注するかってなったときに、地元の昔から親交のあるおじちゃんにお願いしようとかあると思うんですけど、そこをみたいな話が20代の人で
従業員のインセンティブをあの企業の経済価値にトークンによって結びつけることによってあのエンベレッドネス的な意思決定を させずに経済的な合理的な意思決定をさせるよう社員に促すことが大事なんじゃないかと、うん、それすごくいい話で何言ってるかというと究極パーフェクトマーケットに戻るんじゃないかという話をするんで、うん、人間の知性とこのテクノロジーが急激に進化していくと完全市場に近づく可能性がある、うん、人間の情報処理能力や持てる知識とか判断能力がより進化していくことを想定した状態でその今言った話ができちゃう。だから回り回って実はパーフェクトヒューマンみたいな話になるってなって多分そういう話です、うん、いじるよね。私はビビさん。急に忘れた。それが今日締めるっていう。ラスト。ラスト。今日のまとめ。はい、今日のまとめ。今日のまとめ。20秒。学びでもいいし学びでもなんかそので古典、まあ、理論的なところと、まあ、今の現代っていうのをこうどっちも考えていくことによってそのどっちからの視点からも考えることがまず大事だっていうところはすごい良い学びだったなっていうところがまずいくと、そのでもその今の未来の話まで考えたときに結局こう回り回ってその結局完全主義に近づいていくんじゃないかみたいな、なんかこう新しい未来のことを考えることによって新しいまたなんか古典的なところに戻っていくみたいな部分があるのもその面白いなっていうふうに思った部分で今ありました。はい、じゃあそれを受けてはい、なんか今総括してくれたので内容はなんか結構今回自分事業設計してて熊沢さんとかにはすごくヘルプを頼んでてすごい難しかったんですよ。でそれがなんかなんで今回こんな難しかったんだろうと思った時にさっき先生がおっしゃってたみたいに今までは経済学の範囲だったからある程度この論文が一番元でそれを読めばある程度基礎のところは理解できるみたいなのがあったし、まあ、それがしかもみんなが読みやすいちょうど20ページぐらいのものがいつも多くてでも今回社会学初めて授業設計してみてやっぱその期限になってるのは200ページぐらいの本だし論文選定しても短くて40ページみたいな全部そういう感じだしなんかその多角的に見なきゃいけないっていうのが自分だって読みにくい論文みたいなのですごく自分がなんか授業設計に苦しんだ理由が改めて分かったなっていうのと、まあ、その結構がっつりした論文に行くこと他のサイトとか皆さんがいつもの3倍ぐらい多分労力かけて読んでくださったから結構議論も盛り上がったっていうかなんか根底の基礎から固めてその上で発展みたいな、うん、なんか今までより以上にいい議論ができたなっていう感想があったので皆さんも大変だったと思うんですけどありがとうございましたということで今日の授業は終わろうかなと思います。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。次回は今回の理論からは打って変わって事例の回をしようとケースディスカッションの会社で超現代ですね。皆さんが使ってるであろう SNS、TikTok を使ってない。TikTok を使っている人、おお、勇気を見られてます。あんまりない。TikTok を使ってる人、仕事してんじゃん。TikTok の経営戦略をテーマに考えていこうかなと思います。はい、そういう授業もやってます。はい。それでは、ありがとうございます。バイバーイ。お疲れ様です。